カナダカナダ国の標語、エーマリスキアドメア国家、オーカナダ王、カナダ王カナダカナダは、北アメリカ大陸北部に位置し、10の州と3の順州からなる、連邦立憲君主制国家。首都はオタワ。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一つ。アメリカ合衆国と国境を接する。国土面積はロシアに次いで、世界で2番目に広い。歴史的に、 先住民族が居住する中、外からやってきた英仏両国の植民地連合体として始まった。1763年からイギリス帝国に包括された。1867年の連邦化をきっかけに独立が進み、1931年、ウエストミンスター憲章で承認され、1982年憲法制定をもって生態が安定した。一連の過程において、 アメリカ合衆国と政治、経済両面での関係が深まった。連邦制を取り、連邦政府の運営は首相を中心に行われている。日本政府による公式名はカナダ。日本における漢字表記はカナタであり、がと略される。中国語における表記はカダダイ。国名はセントローレンス川流域色小遺族の存落を意味する後、カナタに由来する。 連邦制を強調するため、カナダ連邦、カナダ連邦政府などの呼称が使われることもある。1982年憲法が制定される前には、複数の名称が存在したが、現在は、公用語の英語とフランス語の双方で、カナダのみが公式名と定められている。建国時には、国語はカナダ王国とすることも検討されていた。1791年初めて、 カナダの名が使われた。詳細は、カナダの歴史及び、カナダ市年表を参照ファーストネーションやイヌイとの言い伝えでは、先住民たちは、時の始まりからこの地に住んでいたとある。一方、考古学的研究では、北部有根順州に26,500年前、南部オンタリオ州には9,500年前に人類がいたことが示されている。 19世紀まで毛川貿易はカナダで最も重要な産業だった。毛川貿易路の支配をめぐって、フランスと色恋族の戦争が起こっている。19世紀の初めには、材木業が毛川貿易よりも重要になったヨーロッパ人の到来は、西暦1000年にバイキングがランスをメドに居住したのが初めてであるが、この植民地は短期間で放棄されている。 1497年にイタリア人のジョバンニ・カボトがイングランドのために大西洋側を探検し、1534年にはフランスのジャック・カルティエがこれに続いた。1603年に到着したフランスの探検家サミュエル・ド・シャンプランは1605年に初めてのヨーロッパ人定住地をポート・ロワイヤルに築き、1608年にはケベックを建てた。これらは後に それぞれ、アカデアとカナダの首都となった。ヌーベルフランスの植民地の中では、カナダ人は、セントローレンス川流域に、アカデア人は、現在の沿岸諸州に集中的に居住している。フランス人の毛川商人とカトリック宣教師たちは、五代湖、ハドソン湾、ミシシッピー川流域からルイジアナを探検した。イングランドは1610年に、ニューファンドランド島に、漁業基地を設け、 南部に13植民地を築いた。1670年、ハドソン湾会社が設立された。毛川の倉庫証券は通貨としても使われた。1689年と1763年に一連の北米植民地戦争が起こり、その結果、ユトレヒト条約でノバスコシアが英国の支配下となる。7年戦争のパリ条約で、 カナダとヌーベルフランスの大部分がフランスからイギリスへ割用された。1763年宣言はケベックをヌーベルフランスから分離しケープブレトン島を伸ばすコシアに加えた。これはまたフランス系カナダ人の言語と信仰の自由を制限した。1769年にセントジョンズ島が独立した植民地となった。ケベックでの紛争を避けるため、 1774年に、ケベック法が制定され、ケベックの領域が、五大湖からオハイオ川まで拡大され、ケベックにおいてはフランス語とカトリック信仰、フランス法が許された。これは13植民地の多くの住民を怒らせることになり、アメリカ独立への動員となった。1783年のパリ条約によって、アメリカの独立は承認され、 古代湖南部がアメリカへ割上された。戦後におよそ5万人の王党派がアメリカからカナダへ逃れている。一部の王党派のために沿岸諸州のニューブランズウィックが伸ばすコシアから分割された。ケベックの英語話者王党派のために1791年法が制定され、フランス語圏のロー,アー、この分断策は1837年にローアーとアッパーの両方で反乱が起きて、 無意味となった。連邦の党たちシャーロットタウン会議とケベック会議の場面を混合して描いている。カナダの連邦化は鉄道債務を連邦政府に肩代わりさせたアッパー及びロワー,ーカナダは米英戦争の主戦場となった。カナダ防衛は英国系北アメリカ人に一体感をもたらした。穀物法制定と人身保護法廃止により、 英国とアイルランドからの大規模な移民が始まった。1837年に責任政府を求める反乱が起こった。時のカナダ総督である初代ダラム伯爵、ジョン・ラムトンは本国政府に対して反乱に対するダラム報告を行った。その報告では責任政府とフランス系カナダ人の英国文化への同化が勧告された。また同時に、 カナダ植民地の統治を行う者たちが国王の名代たる総督ではなく植民地人の代表たる議会に責任を負う権利を持つようにするべきだと提言した。同報告は合わせて隣国のアメリカ合衆国が修道士の関係性として連邦性を持ち込んだことは理にかなっていたという先駆的な示唆も行っている。この報告に基づいて1840年憲法法により アッパー及びロワー,ーカナダはカナダ連合に合併した。議会においてはフランス系及び英国系カナダ人は共にフランス系カナダ人の権利の復活のために努力した。1849年、英領北アメリカ植民地全土に責任政府が設置された。1846年に英国と米国によるオレゴン条約が結ばれ、オレゴン協会紛争が終結した。 これによってカナダは北緯49度線に沿って西へ境界を広げ、バンクーバーアイランド植民地とブリティッシュコロンビア植民地への道を開いた。ニューファンドランドには大西洋横断電信ケーブルが付設され、西方でゴールドラッシュが起きたことなどからカナダの人口が増えていった。一方でフランス系カナダ人がニューイングランドへ流れ出た。フェニアン襲撃に対応しながら、 県政会議を重ね、1867年7月1日に1867年憲法法が採択された。オンタリオ・ケベックのバスコシア・ニューブランズウィックが統合され、カナダの名のもとの一つの自治領である連邦が作られた。カナダはルパートランドと北西地域を合わせたノースウェスト巡州を統治することが前提とされた。この地では、 不満を抱いたメティによるレッドリバーの反乱が起こり、1870年7月にマニトバ州が作られた。ブリティッシュコロンビア植民地とバンクーバーアイランド植民地は1871年に、プリンスエドワードアイランド植民地は1873年に、連邦へそれぞれ加入した。カナダ連邦以降の州と準州の拡大を示した、動画地図保守党のジョン・エイ・マクドナルド首相は、 放火期のカナダ産業を守るための関税政策を制定した。西部を開拓するため、政府はカナダ太平洋鉄道を含む3本の大陸横断鉄道を助成した。自治領土地方により開拓者のために大平原が解放され、この地域の治安維持のために北西騎馬警察が設立された。1898年、ノースウェスト準州でのクロンダイクゴールドラッシュの後、 政府は有根順州を設置した。自由党のウィルフリット・ローリエ政権下では、ヨーロッパ大陸からの移民が大平原に定住し、アルバートとサスカチュワンが1905年に州に昇格している。1914年、英国の戦線復刻に伴いカナダは、自動的に第一次世界大戦に参戦、志願兵を西部戦線へ派遣した。彼らは後に、 カナダ軍団の一部となり、ビミー・リッチの戦いや、その他の大きな戦いで重要な役割を果たしている。1917年には、保守党のロバート・ボーデン首相がフランス語圏ケベックの住民たちの反対にもかかわらず徴兵制を導入し、徴兵危機が起こっている。1919年にカナダは、英国とは別個に国際連盟へ加盟した。この時期は、 ビクター・キャベンディッシュが総督であった。1940年、ニューウェストミンスター市内を更新する、ブリティッシュ・コロンビア連隊に近づく、少年1931年、ウェストミンスター検証により、カナダの独立が承認された。1930年代の大恐慌に、カナダ国民は大いに苦しめられた。1945年の終戦後にカナダは、 国際連合の原価名国となり、再びアメリカへ接近した。1960年、カナダ権利商店が制定された。これは、州の同意が得られなかったため連邦権限の範囲で運用された。1965年に、現在の佐藤海での葉の国旗が採用、掲揚された。1969年には2カ国語公用語が実施された。 1971年には多文化主義が宣言されている。ケベックでは近代からナショナリスト運動が続いており、1960年代の経済改革につながった。1970年に運動がエスカレートし、ケベック解放戦線がオクトーバークライシスを引き起こした。この頃から1982年のカナダ憲法制定にかけて首相のピエール・トルドーが、 連邦の一体化を強力に推進した。詳細はカナダの政治を参照1982年憲法第33条はカナダ憲法最大の特徴をなす。連邦議会、衆議会の立法に対して最高裁が意見判断を下した時でも立法府が譲らなければ意見判決の発行を先延ばしできるのである。猶予は最長5年間だが何度も更新できる。 アメリカ合衆国よりもリベラルな国民性を反映し、降伏し、高負担の施策が取られている。詳細は、英両北アメリカ法及び1982年憲法を参照生体は立憲君主制である。公式にはイギリス国王が国家元首となる。形式的にはカナダ総督がカナダ国王の代理を務め、また実質的な主張は、 総選挙により選出される連邦政府の首相である。カナダ国王、カナダの総督、及びカナダ首相も参照現行のカナダの憲法は1867年憲法と1982年憲法の2つから構成される。1867年憲法は政治制度などを定める統治規定が中心で、1982年憲法は二言語。 多文化主義、ケベック州の特殊性、現住民居留地の特殊性などの人権規定が中心である。詳細はカナダ首相を参照政府は議員内閣制を採用している。カナダは歴史的に各州の合意により連邦が設立された経緯があることから州に大幅な自治権が認められており、それぞれの州に首相、内閣及び議会がある。このため、 カナダにおける政治とは、州政府対連邦政府の駆け引きそのものということも、できる。詳細は、カナダ議会を参照カナダ議会議事堂を立法二人、議会は、オタワに所在し、カナダ議会は、上院定数105名、下院定数338名の任性を、採用している。主な政党には、中道右派、保守主義のカナダ保守党、中道左派、 リベラリズムのカナダ自由党の二大政党と、中道左派、社会民主主義政党の新民主党、ケベック州の地域政党である左派のブロックケベコは、環境保護主義のカナダ緑の党がある。カナダの政党も、参照1993年の下院総選挙で、与党、カナダ進歩保守党が、改選前の169議席のうち167、 議席を失うという大惨敗を起死したことは、議会制民主主義が発達している、先進国の政権与党が壊滅的な敗北を起死した例として、小選挙区制のモデルケースの一つとなる歴史的選挙であった。カナダ最高裁判所アメリカが州国と異なり、刑法が連邦の管轄である。死刑制度は存在しない。1989年のモントリオール理工科大学。 虐殺事件をきっかけに銃規制が強化されており、拳銃の形態については一般には認められておらず、拳銃を携帯できるのは警察、軍、司法関係と現金輸送を行う民間業者など非常に限られている。農村部を中心に資料が非常に盛んであり、領銃の保持率は高いが、銃を使った犯罪発生率は極めて低い。詳細は カナダ軍を参照カナダは1950年代から1990年代にかけて数多くの国連平和維持活動に参加し集団安全保障体制を望んでいたがキューバ危機の後ナトウへ急接近した2001年にはナトウ主導のアフガニスタン紛争にも派兵している一方で2003年のイラク戦争への参加は拒否した詳細は カナダの国際関係を参照。カナダとアメリカ合衆国の関係及び日課関係も参照カナダは英連邦に加盟している。カナダは世界の先進7カ国及び主要8カ国の一つである。詳細はカナダの州を参照カナダは10の州と3つの順州に区分されている。人口は2015年7月1日の推計値。カナダの地形図カナダの 主な河川内上がらの滝詳細は、カナダの地理を参照、カナダの交通も参照、カナダの鉄道及び、カナダの空港の一覧も参照カナダの国土は北、アメリカ大陸の北半分を占める。南及び西は、アメリカ合衆国と接する。東は、大西洋、デービス海峡、西岸の一部は、太平洋、北は、防ー都会、北極海に面する。 国土の中央部のウィニペグ湖からロッキー山脈にかけては広大なプレーリー地域である。水路となる五大湖の北にはカナダ建上地が広がる。ロシアに次いで世界で2番目に広大な国土を持つ国であり、北アメリカ大陸の約41%を占めている。そして海岸線の長さは世界一である。なおカナダの領土の54%は 森林で占められている。ノースウエスト巡州北西は湿地帯であり、地面や湖が凍る陶器でないと車両の通行が困難である。人口密度は3.2人平方キロメートルで、国土の多くは北極圏内にある。人の住める地域は面積に比して少ない。カナダ人の80%はアメリカ合衆国との国境から200キロ以内に住んでおり、人口の 約40%がオンタリオ州に集中している。人口が最も多い地域は五大湖セントローレンス川周辺である。大半のカナダ人はアメリカ合衆国とカナダ国境線に沿って約500キロ幅の細長い帯状に住んでおり、それより北は人口が極端に少ない。凍りついた離島運がカナダにおける欠片の気候区分太平洋側の 西海岸沿岸部を除き、ほぼ全域が亜寒帯、寒帯に属する。バンクーバーやビクトリアなどが位置する、西海岸の沿岸部は、暖流の影響で温帯の西岸海洋性気候に属し、夏は涼しく乾燥していて過ごしやすく、晴れる日が多いが、冬は温暖で雨が多い。北米屈指のスキーリゾートのウィスラーなどが位置する、ロッキー山脈の西側の山岳地帯は、 世界有数の豪雪地帯となっている。アルバータ州からサスカチュワン州、マニトバ州にかけては、亜寒帯湿潤気候、湿潤大陸性気候に加えて、ステップ気候も広がり、降水量が少なく乾燥している。夏は比較的気温が上がるが、乾燥していて過ごしやすい。一方、冬はマイナス50度近くまで下がることもあり、シベリアに匹敵する国間地である。 特に中央部に位置するウィニッペグは大陸製の気候が顕著であり、レジャイナやサスカトゥーンなどと並び北、たアメリカで最も寒い都市とされる。トロントやモントリオールなどの大都市が位置し、人口が集中するセントローレンス川沿いは亜寒帯、湿潤気候に属し、夏は比較的湿度が高く蒸し暑くなる。トロントなどのオンタリオ州南端部ではそれほど厳しい寒さとはならないが、 オタワやモントリオールなどでは、最寒月の平均気温がマイナス10度以下となり、マイナス30度程度まで下がることもあるほど、寒さが厳しく降雪量も多い。ノバスコシア州やニューファンドランド島などの大西洋、川沿岸地方はより海洋性の気候の特色を有していくことになり、冬季は低気北極圏などの北部地域は寒帯に属し、ツンドラ気候が分布し、 永久凍土が広がっている。カナダ国内における最高気温極地はサスカチワン州のマイデールとイエローグラスで観測された45度度、最低気温極地はユーコン順州のスナグで観測されたマイナス63度であり、これはアメリカ大陸で最も低い気温である。詳細はカナダの経済を参照 IMF によると2010年のカナダの GDP は1兆5、 636億ドルであり、世界第9位である。20世紀初めまで、経済の主体は農業だったが、モントリオールやトロントが金融センターとなり、現在では世界有数の先進工業国となった。工業は自動車産業や機械産業が成長し、近年は IT 産業が発展してきている。カナダでは唯一の発見銀行として、 中央銀行のカナダ銀行があり、通貨カナダドルを発行、管理している。1ドルイコール100セントである。2012年3月29日に、カナダ政府は実用性や製造コストなどの問題や、理由により1セント通貨の製造を廃止することを発表している。カナダは、京都議定書に署名はしたものの2011年12月に、脱退を表明した。 2009年の気候変動実績指標では最下位のサウジアラビアに次ぐ59位であり、二酸化炭素排出量は10年前より25%も増えている。欧雄の鉱山会社 CBDC があるほど力を入れている。鉱物資源に非常に恵まれており、世界シェア10位に入る鉱物が17種ある。以下では2003年時点の統計データに基づく。有機鉱物資源では、 天然ガス、燃料となる活端のほか、石炭と原油の産出量も多い。ダイヤモンドの産出量も1、120万カラットに及び世界第6位である。金属資源では、ウラン鉱、カリエン鉱、イオウ、鉄鉱、銀鉱、タングステン鉱、ニッケル鉱、アエン鉱コバルト鉱、塩、塩鉱、金鉱、アンチモン鉱、銅鉱が特筆される。このほか、 マグネシウム鉱、ン鉱も採掘されている。銀は大不況の頃からコバルトなどの工業用金属を先行するときに副産物として生産されており、世界的な供給過剰と価格の下落を引き起こした。カナダは第二次世界大戦の頃、ベルギー領コンゴやチェコスロバキアと並ぶ世界的なウラン供給国であった。2000年においては、 日本の天然ウラン輸入元における取引額1位であった。色と面積で示したカナダの輸出品目最大の貿易相手国はアメリカで輸出の5分の4以上輸入の約3分の2を占める。鉱物、木材、穀物は現在も重要な輸出品だが近年は工業製品が中心となっている。アメリカへの輸出品で最多のものは自動車と関連部品である。 1989年にアメリカとの FTA が発効し、1994年にはメキシコも加わってナフタが結ばれた。アメリカ以外の主要輸出相手国は日本、イギリス、中国、メキシコ、ドイツ、イタリア。主要輸入相手国は中国、メキシコ、日本、イギリス、ドイツである。主要輸出品は自動車及び自動車部品、精密機器、原油。 天然ガス、金属及び金属製品、産業用機械、通信機器、化学製品、木材、パルプ、小麦、魚類、メープルシロップなど、輸入品は自動車部品、自動車、機械、化学製品、コンピューター、原油、通信機器などである。カナダの人口は連邦化時点から単調増加を続けている。カナダでは社会保険番号が 国民識別番号として運用される。カナダの人口動態カナダの人口ピラミッド詳細は、カナダの宗教を、参照詳細は、カナダの人口統計を、参照詳細は、カナダ人の一覧を、参照詳細は、EN、エスニックオリジンズオブピープルインカナダを、参照二0 1 1年国勢調査によると、ヨーロッパ系白人が七七十六点パーセント、黒人二九パーセント。 先住民4.3%、中南米系やアジア系などを含む、その他が16.2%となっている。その他の内訳は、東アジア系、南アジア系、東南アジア系、西アジアアラブ系、ラテンアメリカ系、混血、その他となっている。カナダの人種統計では、白人、先住民族以外を有色人種と分類し、 全人口の19.1%を占めている。先住民族はさらに北アメリカインディアン系をまとめた、故障である、ファーストネーションズインディアンとヨーロッパ白人の、根結のメテイ、エスキモー民族のイヌイットの3つに分類されている。カナダとアメリカの人種構成の違いは、もともと黒人奴隷がほとんど存在しなかったために、黒人が非常に少なく、イギリス系。 フランス系が人口の半数を占めていることである。アメリカと同じくアイルランド系とドイツ系とイタリア系も多いが、カナダはウクライナ系が非常に多いのが特徴で、ウクライナ・ロシア以外では最大規模である。また、アメリカで非常に多いスペイン5県出身者が少ない。アジア系が多いと言っても、カナダは大英帝国の植民地だった影響で大多数は南アジア系。 中国系であり、逆にアメリカに多いアジア系の日系、韓国系、ベトナム系は比較的少ない。特にバンクーバーとトロントは巨大なアジア系人口を抱え、この2都市では白人は人口の半数弱を占めるに過ぎない。一方、アフリカ系は主にトロント、モントリオールに集中している。1999年に中国系のエイドリアン・クラークソン、 続いて2005年にハイチ系のミカエル・ジャンが総督に就任するなどリベラルな国民性も合わせて人種には寛容な姿勢を示している。中国系カナダ人は1850年代ゴールドラッシュや鉄道建設の労働者としてカナダに流入したのが始まりである。カナダは中国系の排斥を意図して人頭税を課したり中国系排斥を狙った。 中国人移民運法を1920年代に成立させたりしている。これについてカナダ政府は2006年に謝罪した。カナダには政府関連事業に80万カナダドルを5年間無利子で融資した場合、永住権を獲得できるプログラムがあり、このプログラムに申し込む半数は中国系とされる。カナダではこの投資額を引き上げる動きがあり、 中国系を排斥する意図があるのではないかと一部で指摘されている。2015年2月、中国人移民の急増に耐えかねたカナダ当局は、このプログラムを打ち切っている。2006年の調査では、住民の祖先は、イングランド系21%、フランス系15.8%、スコットランド系15.2%、アイルランド系13.9%、ドイツ系10.2%、 イタリア系5%、中国系4%、ウクライナ系3.6%、オランダ系3.3%、ポーランド系3.1%、インド系3%である。また、3.8%のカナダ人が先住民族の血を引くと回答している。3分の1の国民が自らの民族をカナダ人であると主張しているが、移民である祖先の出身国の民族意識よりも、 民族的アイデンティティそのものはもはやカナダ人であると主張する人たちであり、大多数はイギリス系とフランス系であると思われる。詳細はカナダの言語を参照詳細はカナダの言語を参照カナダにおける英語と、仏語使用地域。黄色は英語、茶色は仏語薄茶色が両言語使用地域、白色は人工規白地域を表す英語と。 フランス語が1969年に制定された公用語法によって認められている公用語である。この公用語法では連邦政府における英語とフランス語が平等な地位にあることが定められた。連邦裁判所、連邦議会や連邦政府機関のすべてで英英物に過酷語が平等に扱われる。カナダ国民は十分に需要がある場合には連邦政府の行政サービスを英語。 またはフランス語にて受ける権利があり、公用語の少数派側であっても、すべての州、準州にて教育を受ける権利が保障されている。このような少数派側の権利は、民間サービスの隅々にも及んでいる。例えば航空機の場合、旅客機内にフランス語を母語とする乗客が、常時5%以上いる。定期便では、航空会社は、英語とフランス語の両方で、 機内サービスを提供するよう法律で定められている。2006年国勢調査によると国民の約58%が英語、約22%がフランス語を大一言語としている。約98%が英語かフランス語のどちらかを話し、フランス語が主に使われている地域はケベック州、オンタリオ州のオタワなどの東部地域と北オンタリオ地方。 ニューブランズウィック州のアカディア人の多い地域、及びマニトバ州の南部である。このうち、ケベック州はフランス語のみを、ニューブランズウィック州は英語とフランス語を州の公用語とし、他州は英語のみを州の公用語としている。なお、ユーコン準州では英語とフランス語が、ヌナブト準州では英語、フランス語、イヌクティトゥット語、イヌイナクトゥン語が、 ノースウェスト準州では、英語、フランス語、イヌクティクト語、イヌイナクトゥン語、クリー語、ドグリブ語、チペワイアン語、サウススレービー語、ノーススレービー語、グーイッチン語、イヌビアルクトゥン語も公用語となっている。公用語以外の言語を使う住民も600万人ほどおり、中国語の和者が103万人、イタリア語が45万人、ドイツ語が44万人などである。 また先住民の中には個々の部族の言語を使う者も,もいるが多くの言語はだんだんと使われなくなっていく傾向にある。カナダでは移民社会を構成しているため200語以上の言語が国勢調査で母語として回答されている。中国語を母語とする人口は全体の3.3%であり英語、フランス語に続く第3位の母語となっている。第四位はパンジャブ語であり 増加中である。その他に母語として多いのはスペイン語、アラビア語、タガログ語、ウルト語である。カナダでは2カ国語主義の国家ではあるものの、英語とフランス語の両方で会話ができるのは人口の17.4%である。ケベック州在住の英語話者の69%はフランス語も話すことができ、ケベック州以外に在住のフランス語話者の83.6%が 英語も話せる。2001年の国勢調査によると、キリスト教徒が多数を占める。内訳は、アングロアメリカ圏でありながら、カトリックが43.2%と最も多い。次に、プロテスタントが29.2%、正教会、東方諸教会が1.6%となっている。ムスリムが2%、ユダヤ教徒が1.1%、 仏教徒が1.0%、ヒンドゥー教徒が1.0%、シーク教徒が0.9%、無宗教は16.5%である。プロテスタントの力が政治的にも文化的にも強い影響力を持っている。アメリカ合衆国と比べると、カナダはより世俗的である。これは、教会出席率にも表している。アメリカ合衆国では、 毎週協会に通う人の割合が43%で、全く通わない、もしくはほとんど行かないという人の割合はわずか8%で、ある。一方、カナダでは、毎週協会に通う人の割合が20%に、とどまり、全く通わない、もしくはほとんど行かないという人の割合は38%と、逆転している。EN、セーム。 セックスマリッチインカナダも参照カナダでは2005年7月20日に市民結婚法が成立し、結婚をすべての他人を除外した二人の人物の合法的な連合と定義している。つまり、異性間の結婚と同性間の結婚に区別がなく、現在世界で最も容易に同性結婚をすることが可能である。詳細はカナダの医療を 参照各州が運営するメディケアにより、一般税収を原資とした公費負担医療が実施されている。診察などは無料提供されているが、薬剤などを含む医療費における自己負担率は30%ほどである。ビル・リードの1980年の作品、渡りガラスと最初の人類。渡りガラスは先住民に共通した伝説に伝わる動物である。詳細は、 カナダの文化を参照カナダの文化はしばしば進歩的、多様で多文化主義的とされる。先住民の文化から移住してきたヨーロッパ系の文化、さらに近年の様々な国からの移民の持ち込む幅広いものが含まれ、混じり、重なり、形成されている。その中で政治的にも多文化主義が憲法で守られ、政策的にも推進されてきた。ケベックでは、 文化アイデンティティは強く、不都合者の評論家は、ケベック文化は、英語圏と違った独自性を持つと強調する。しかしながらカナダは、全体として文化のモザイクを形成しているとされる。国の政策でも、ユニバーサルヘルスケア、富の再分配のための高い税金、死刑廃止、貧困撲滅,滅への努力、多文化主義推進、厳しい銃規制、同性結婚後法化などが挙げられ、 カナダの政策や文化上の社会的価値観を反映している。カナダ料理の多様性はカナダの経済社会がサラダボール化していることを特にわかりやすく表現している。詳細はカナダ文学を参照赤毛のアンの作者ルエムモンゴメリはカナダの文学者である。またサイバーパンク SF 作家であるウィリアム・ギブスンはアメリカ合衆国出身だが徴兵を拒否し、 カナダに移住したため、カナダの作家として扱われることがある。また、マーガレット・アトウッドも、カナダの作家である。ニール・ヤング詳細は、カナダの音楽を参照カナダの音楽は、先住民族やヨーロッパからの移民をはじめとし、様々な人々によって、創造、継承されてきた。1600年代以降より、カナダでは、国際的に著名な作曲家、 演奏家などの音楽家を輩出してきた。17世紀以降では、教会や集会所、邸宅の大広間、学校、コンサートホール、レコード会社、ラジオテレビ局など様々な音楽のインフラが形成されてきた。これらの音楽は、アメリカ合衆国からの影響を大きく受けながらも、カナディアンロックというジャンルを生み出した。ポピュラー音楽、ロックの分野では、ニール・ヤングやジョニー・ミッチェル、 ザ・バンドラの優れたミュージシャンを輩出した。また、ゴードン・ライト・フット、ゲス・フー、BTO、レナード・コーエン、アン・マレー、ラッシュ、ポール・アンカ、セリーヌ・ディオン、ニッケル・バック、アブリル・ラビーン、ダニエル・パウター、ジャスティン・ビーバー、ドレイクラもカナダ出身である。ジャズでは、オスカー・ピーターソンが国際的に成功した。カナダ記録芸術科学アカデミーが、 カナダの音楽産業を代表し1970年より、ジュノー賞の授与を行っている。また、カナダにおける音楽の放送は、カナダラジオテレビ通信委員会によって規制されている。クラシック音楽の分野では、20世紀半ばに、活躍した、マレーアダスキン、ジョン・ワイン・ツワイングなども著名であり、また独創的なバッファ解釈で、ナダカグレングールドなどは、トロント生まれである。また、 モントリオール公共楽団は、シャルル・デュトワが指揮者を務めている間に実力を高め、北米大陸屈指のオーケストラとして知られるようになった。作曲家のマリー・シェーファーは、サウンドスケープの提唱者であり、魔法の歌、ガメランなどの作品がある。その他、カナディアン・カントリー・ミュージック賞、ケベック音楽に授与されるフェリックス賞など、 様々なジャンルの音楽に授与される音楽賞が設けられている。詳細はカナダの映画を参照カナダは公用語として英語とフランス語の両方を採用しており、両言語の映画が制作されている。なお、カナダにおける映画制作の主な拠点となっているのはトロント、モントリオール、バンクーバーである。このうちモントリオールではモントリオール世界映画祭という、 比較的名の知られた映画祭が開催される。詳細はカナダの世界遺産を参照カナダ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が5件、自然遺産が6件存在する。さらにアメリカ合衆国にまたがって2件の自然遺産が登録されている。詳細はカナダの祝祭日を参照祝日はむねカトリックに傾くほど数が多い。 世界自然体において、プロテスタントの流星に伴い減らされてきた。その他の祝日、編集この他にも、いくつかの州で設定されている祝日、州ごとに設定された祝日などがある。詳細は、カナダのスポーツを参照英連邦の一員であるが、スポーツ文化においては、旧宗主国イギリスの影響は薄い。 隣国アメリカ合衆国とも一線を隠す独自のスポーツ文化が存在する。アイスホッケーアイスホッケーは現在カナダで最も盛んなスポーツであり、国技にも制定されている。カナダの国土はアイスホッケーに非常に適した自然環境であり、冬の間は子供から大人までが娯楽でアイスホッケーを楽しむという人も多い。約58万人のカナダ人が、 アイスホッケーの競技者登録をしており、カナダ国内には、ホッケー選手230人に一つの割合で、インドアのアイスホッケーリンクが存在している。北米最大のプロリーグである NHL は1917年にカナダで設立され、その後アメリカ合衆国へと拡大した。現在カナダ7チーム、アメリカ合衆国24チームの、計31チームからなる。 NHL 選手の半数以上がカナダ人である。男子はオリンピックでは初採用となった1920年のアントワープ五輪から1952年のオスロ五輪まで7大会で金メダル6度、銀メダル1度の圧倒的強さを誇っていたがソビエト連邦や欧州諸国の台頭に伴い長らく金メダルから遠ざかった。2002年のソルトレークシティ五輪では50年ぶりの 金メダルを獲得し、2010年の地元開催となったバンクーバー五輪では男女とも金メダルを獲得している。ロジャースセンターでのメジャーリーグベースボールの試合野球はアメリカ合衆国の影響を受け、カナダでも人気スポーツの一つに数えられる。とりわけブリティッシュコロンビア州で盛んであり、学生野球リーグ BGPBL が設けられている。 パンアメリカン競技大会では2011年、2015年と2大会連続で優勝を果たし、優勝回数はキューバに次ぐ実績を有する。カナダ最大の都市トロントを本拠地とする MLB のトロントブルージェイズはアメリカ合衆国外に本拠地を置く唯一の球団。世界初となる開閉式ドーム球場、ロジャーズセンターを本拠地としており、 1992年から1993年におけるワールドシリーズを連覇した。当時はブルージェイズが MLB 屈指の競合球団であったため、1991年には MLB 史上初めて年間観客動員が400万人を突破した。近年でも2015年に地区優勝、2016年にワイルドカードでプレイオフ進出などの好成績もあり、 2016年の観客動員数はリーグ最多だった。しかし、かつてカナダに本拠地を置く、もう一つの球団としてモントリオールエクスポーズが存在したものの、フランス語圏であるモントリオールは野球の認知度が低い。さらに慢性的な財政難が続いた結果、2005年にワシントン DC に移転し、球団名もワシントンナショナルズに改めた。 カナダ出身の野球選手、カテゴリー、カナダの野球選手も三勝ラリーウォーカー。1993年に日本の中日ドラゴンズでプレー経験もあるマットステアーズ、ジャスティン・モルノー、ジェイソン・ベイ、ジョーイ・ボット、エリック・ガニエ、ラッセル・マーティン、マイケル・ソー・オンダース、ブレット・ローリーらが有名である。カナディアン・フットボールカナディアン・フットボールはカナダでは単にフットボールと呼称し、 隣国アメリカ合衆国で盛んなアメリカンフットボールに非常によく似たスポーツである。カナダではアイスホッケーに次いで人気のあるスポーツであり、国内8チームからなるプロリーグカナディアンフットボールリーグの優勝決定戦、グレーカップはカナダ最大のスポーツイベントである。バスケットボールの考案者はカナダ人のジェームズ・ネイ・スミスであり、カナダの人気スポーツの一つとなっている。特に、 ノバスコシア州やオンタリオ州の南部で盛んである。トロントを本拠地とする NBA トロントラプターズは現在アメリカ合衆国外に本拠地を置く唯一の NBA チームである。ラプターズの設立と時を同じくしてバンクーバーにもバンクーバーグリーズリーズが設立されたがこちらは観客動員の低迷による経営難に悩まされ2001年に テネシー州メンフィスへと移転した。また、ラプターズは2018から19シーズンには大本命であったゴールデンステートウォリアーズを破り、初の NBA チャンピオンに輝いた。NBA でも多くのカナダ人選手が活躍しており、2年連続でシーズン MVP を獲得したスティーブ・ナッシュは、その代表格である。 旧宗主国イギリスの国技の一つであるサッカーの人気は一部の意味に一世世代を除いては、これまで隣国アメリカ合衆国と同様あまり高くなかった。しかし、近年は FIFA ワールドカップ UEFA 欧州選手権などのテレビ中継の人気が高まり、認知度が高まりつつある。大会開催中には自身、または親世代の出身国チームの応援をする人々が増えており、 各民族コミュニティでは集まってテレビ観戦するなどの機会が増えている。2007年にはメジャーリーグサッカーで初めて米国外を本拠地とするトロント FC が誕生し MLS のチーム中。2011年にはバンクーバーホワイトキャップス2年にはモントリオールインパクトさらにはオタワにもプロチームの参加が検討されている。2007年には カップ開催されバンクーバーホワイトキャップスの駆動、総人が在籍した。サッカーカナダ女子代表は2012年のロンドンオリンピックでメダルを獲得。2026年に 2026FIFA ワールドカップの共同開催国となる。2026年のワールドカップ開催に合わせて2019年にカナダには本格的な国内プロサッカーリーグのカナディアンプレミアリーグが誕生した。 これまではカナダにはアメリカ合衆国と共同のプロリーグであったり、国内にはセミプロしか存在していなかったが、このリーグはカナダサッカー協会が主催する欧州式の広角のあるカナダ国内ではメジャーリーグサッカーと並ぶ最高峰リーグの地位の位置づけとして設立された。カナダではフォーミュラ1のカナダグランプリが1967年から毎年開催されている。 1978年からは、モントリオールのジルビルヌーブサーキットが使用されている。また、インディカーシリーズもトロント、エドモントンの市街地コースで開催されている。ナスカーのカナダ国内選手権、ナスカーカナディアンタイヤシリーズも国内各地で開催されている。カーリングは国民的なスポーツであり、現在行われている国際ルールはカナダで確立したもので、1807年に、 王立カーリングクラブが設立されたカナダは、現在も競合国の一つである。ラクロスは、北米プロリーグである、メジャーリーグラクロスのチームもある。カナダでは、冬季オリンピックが2回、夏季オリンピックが1回開催されている。夏季オリンピック冬季、オリンピックパンアメリカン競技大会政府日本政府、観光その他、ありがとうございます。